ささんこんこにちはいいいつももライブ配信や手帳のセミナーも楽しく拝見させてまますすありがとうございます私の悩みは2015年に起業し当時描いた夢やそれ以上のことが2018年半ばにはすべて叶いました仕事としてもプライベートや自由度としてもまだまだではありますがある程度恵まれた環境と売り上げの中で不自由はしていないことそして2018年の出産を機に 人に現場を任せて、人を雇うことで、不労所得な状態はありがたいんですが、人に疲れ果て、身も心も一旦枯れ果ててしまいました。そこから自分の仕事を通しての人との関わりが奥になり、自分自身を変えたいと思ってこの場に集まってきてくれているのに変わろうとしない人たちと直接は関わりたくないとさえ思ってしまうようになりました。かっこそれがビジネスになっているのですが、そんなことにエネルギーを数年吸い取られ、 自分の次なる夢が何なのかイメージできなくなってしまいました。企業当初のような夢と希望にあふれた体感をまた感じながら過ごしたいです。仕事にキラキラしていないと本当に自分が勧めように感じてつらいです。朝井さんだったらどのようにしてこのスランプを乗り越えられますか仕事であと3倍はキラキラして売り上げも上げたいですし、一方で人に傷ついた心の傷が癒えておらず、しかもまだ1人は従業員としていて、いつも通りマインドがフラフラしていて、お給料をもらっている私に対して他で働きたい話を年に数回してきます。 するになったとお話されていたかと思うのですが、身近で他にも何か少しずつできることはありますでしょうか。稼さんが入られているという川島塾のようなところはモチベーション高く仕事をしている仲間はできますかっていう質問をねいただいております。まあそうね、川島塾に関しては私もまさにメキシコは川島塾のメンバーの方たちとね一緒に行っていて、まあ、今回もね本当にいろんなあの深い話というか、こう自分で言うのもなんだけど、私ぐらい稼いじゃうと。 自分より先に行ってる人と出会うのが難しい、難しいといかその辺にはいないんですよ。自分からいる場にね、飛び込んでいかないとなかなかいなくて、でもやっぱりあの川島塾の中でもすごい人とかはもう15年ぐらいビジネスやってて、資産とか年商とかも10億以上あってみたいな人も結構いるんで、そういう人にどうしようみたいな、いろいろ今回もね、いろんな悩みを相談して、すごいいいアドバイスたくさんもらって、あ,あ、ほんと行ってよかったな、みたいな感じで過ごしてるんですけど、この方の2015年に 起業して当時描いてた夢やそれ以上のことが2018年半ばにすべて叶ったっていうこのタイム軸まで私と全く一緒なんですね。私も2015年に起業して2018年に大体全部叶って当時昔目標としていた年収3000万ぐらいとあと自由な時間とあの愛する家族子供みたいなのが全部叶ってうんもうね <laughs> 本当に2018年2019年の2年間はもうひたすら なんか、あの、うつになってましたね。うん。てか、実際、うつの診断ももらったの、私。うん。病院に行って、あの投薬あの、薬も処方されて、これ飲んでくださいって言われたんだけど、でも結局私、お酒が大好きすぎて、お酒を飲まないっていうことを考えられなくて、その病院の先生に、その薬、うつの薬とね、お酒は一緒に飲んじゃダメって言われて、私、毎日飲むからさ、 飲むタイミングないやんと思って、あ飲めなかったの、結局ね。<laughs> 結局だから、薬もらったけど、その薬を一錠も飲むことなく、まあ、復活したんですけどね、2020年に。うん、その時に、どうやって自分を取り戻せたかっていうと、二つあって、一つ目が、やっぱり周りの人との付き合い方を、すごくあの根本的に変えたっていうのがすごいでかかったんですね。うん、で、それは何かというと、私もね、あのちょっと同じようなこと、 考えてたんですよあの自分自身を変えたいと思ってこの場に集まってきてくれてるのに変わろうとしない人たちの関わりがめんどくさいというか関わりたくないというふうにちょっと思ってたんだよね。でも あえてて関わってみたんだよね特に私昔は魅力ラボってオンラインサロンやっててでオンラインサロンに来ている人たちって私の講座を受けてない人もすごい多かったから講座生には全部伝えてたこととかがあんまり浸透してない人とかも多くてすごいやりにくいなって感じてたんですよだからあんまりその距離を詰めないようにしていたあの意識的にちょっと距離を離すようにしていたっていうことを2年間やってたんだけどそのとどん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 メンバーが減ってって最初に 最初500人以上いたメンバーが最後200人200人とかになっちゃって半分以下になってでそれでいや120ぐらいまで減ったんだったかなちょっと人数はっきり覚えてないんですけどまあ半分以下とか3分の1ぐらいになっちゃったんですよでもそれでメンバーが減らないようにいろんな試行錯誤をしたんだけどなんか投稿するたびにメンバー減るみたいな <laughs> もう何していいのぐらいあの本当にうまくいかなくてでそれもあって鬱になったっていうのもあって。 んだよね、いよいよもうなんか手段がないと、うん。いろんな人に相談してこういうことやってみたらああいうことやってみたらみたいなことも全部やったけど全然一向に増えないし減っていくばかりあのもう何もできることがないってなって私は2週間逃亡したんですね一回オンラインサロンをね。あの2週間一切開かないっていう主催しているオンラインサロンを一切開かないっていうことをしてで2週間後に。 あの戻ったのごめんなさいとちょっと逃亡してましたと辛くてつってねそしたら私が逃亡してたことにほぼ誰も気づいてなかった <laughs> でなんならなんかみんな私がいなくてもすごい楽しんでやってくれていてでその時にいやこれもしかしてなんか私今までなんか勘違いしてたんかもしんないなってちょっと思ったのよ。でそこからもういよいよ打つ手がないからもうみんなどうしてほしいか直接聞こうと。 今までそのオンラインサロンに私は絶対みんな不満を感じてると思いながら、かといって私があんまりその自分からね、あのこう時間とか労力とかをかけたくないみたいな感じでやってたのを、労力をかけてみようか、うん、と思い直したんですよ。全員と面談したいみたいなことを発表して、 あの本当に一人一人一人何分だったかな一人多分15分とかうん、時間取ってもらって、マンツーマンでその200人ぐらいのほぼ全員と面談したんですよ。で、そしたら、なんかね、自分がその思ってたのと違ったんだよね、全然。だもっと たくさん頼っていいし、自分があれこれしなくていいんだよみたいなことをすごいたくさんの人に言ってもらって、なんか朝毛さんはなんかそのままでいいんですよみたいな、あれこれもっとこうしてあげなきゃとか、あの、 ね、もっとこうしないとみたいなことをいろいろ考えてくれてるのは分かるけど、でもなんかそんなことしなくても全然楽しいですよみたいなことを言葉をかけてもらって、でもっと浅木さ,さんとこんなことしたあんなことしたいみたいなことを、要は私の仕事を手伝ってくれるようなことをすごいたくさんの人が言ってくれたの。で、その時に、え、こんなに頼って大丈夫だったんだっていうことにまず気づいて、自分があれこれしてあげなきゃって今まで思ってたけど、そうじゃないんだと。うん。みんなで一緒にやろうよ みんな思ってくれてるんだなみたいなことに気がついてそれで人間関係に疲れたみたいなやつがすごい癒されたんだよね癒してもらえたんですよ。うん っていうのがまず1個目ね、うん、これで、まあ、人ってこんなに優しいんだってその時もすごい思ってだってさあのお金を払って参加してるんだから当然なんか私はお金分の、ね、何かをこうギブしなきゃって,、まあ、思ってまあギブしなきゃいけないんですけどなんだけどそのギブの種類って、うん、ただ私がなんか情報提供するだけじゃないんだなみたいなそのお金もいただいていいし労力もかけてくれるんだみたいな、うん、でも、まあ、確かに あの自分も好きな人に対してはそうかなって思ったんですよ。みんながそこまで私のこと好きでいてくれるっていう愛情を私が受け取ってなかったっていうことにすごい気がついて。だからね、逆に一度、あの、めっちゃ向き合ってみると、まずなんか変わるんじゃないかなっていう気がする。であともう一個は、まあ、ここのスライドにも書いてんだけど、さらに上の世界を見せてもらったっていうのがすごく大きくて、まあ、この相談文にも書いて、 言った通りね私はドバイに移住したことがすごいブレイクするには確かになったんですよ実際に行動したのは確かにドバイに移住したのは2021年なんだけどそのきっかけその移住するさらに前のきっかけがあってそれは何かというとすごい上の世界を、まあ、ある人に見せてもらったんですね、まあ、ある人っていうか長倉健太さんっていう人に <laughs> 見せてもらったんですけどなんかある時に私長倉健太さんの朝食会に行ったのよ出版記念かなんかの朝食会があってそこに参加した時に私 その当時2人目妊娠中かなんかでこの子どうやって育てていったらいいですかねみたいなことを聞いたらなんか長倉さんは自分の子供をハワイで育てていてでその子は今ハワイにいるのかな今ハワイにいるのか日本にいるのかアメリカに行ったのか忘れたんですけどこの子供どうやって育てたらいいと思いますかって言ったら一言目に「アメリカでしょ」って言われたの。<laughs> えアメリカって思ってでいやアメリカですかみたいないやでも私確かにアジア例えばシンガポールとかはちょっと移住してみたいなとは思ってたんですけどちょっとアメリカはちょっとさすがにみたいなことをあのちょっと言いかけたのよでそしたらシンガポールえやアメリカでしょとか言われてマジかと思ってそうかと思ってねあの家に帰ったから考えたわけよいやでも確かに私<い>アジア あのシンガポールとか香港とかだったら、うん、住めると思うし住みたいなと思ってたけどアメリカとかヨーロッパは住めないと思ってるわ自分っていうことに初めて気が付いたの自分には無理だとアジア維持はできてもアメリカ維持は無理だと自分が自分で思い込んでいるっていうことに初めて気がついたんですねその時に。いやでも待ててよと思って なんで私はアメリカは無理だって勝手に思い込んでたんだっけみたいな。な、無理だと思い込んでたから検討すらしたことなかったの、アメリカに住むことをね。うん。でも、無理なことなんてこの世にないじゃん。だってこのナアプラスんって移住できてなんだったら、私にだってできんじゃんと思って。あ できんのか別に自分さえやろうと思えばできんのかと思って。で、それと同じように、例えば年収もね、私当時、まあ4000万ぐらいだったんですよ。で、起業してからずっと4000万ぐらいだったのよ、私。うん。年商かつ年収。私みたいなビジネスって経費がほとんどかかんないんで、あの、稼いだ額がほとんど全部自分で使えるんで、年少イコール年収ぐらいのところがあるんです。まあ、まあ1割ぐらいは経費だけどね。うん。9割ぐらいはその自分の収入になるんだけど、確かにそれもそうだと思って、私、その、 奥も無理だと思ってるわって自分で思ったんですようん、すごい頑張んないと無理というか最初から奥行きたいとも検討すらしてないなみたいな ことに、その時に気づいて、いや、つうか、私ってそう考えると、だいぶ自分の夢を叶えたつもりでいた。庶民だった当時に、こんな生活できたらいいな、大体全部叶えたんだけど、そのもう一歩先の、それはさすがに不合でしょ、みたいなやつを、自分の中で勝手に、それはさすがに不合でしょ、ブロックみたいのをかけて、ある一定の時点より上を検討してないなっていうことに気がついたわけ。 で、そのことの一個が、やっぱ海外移住であるし、年少億であるし、例えばそれこそ、あの、ハイブランドを日常使いするとか、そういったことも、 お店すら入ったことなくて、なんか自分に似合うかとか、行ってみたいかどうかとかすら考えるまでもなく、それはさすがに不合でしょで終わらせてたんですよ。いろんなことそう、まさにね、不合ブロック。うん。で、大体ね、庶民だった時代、庶民のこんな風になれたらいいなっていう理想って、3000万あれば大体叶うのね。で、日本だと正直、3000万あれば、 結構いい暮らしできる。だ例えば家賃とかもさ、私豊洲のタワーマンに住んでたんですけど、豊洲のタワーマンとかめっちゃいいじゃないですか。で、その前六本木のタワーマンに住んでて、六本木も豊洲もタワーマンって大体家賃30万前後なんですよ。その30万前後の家に日本で住んでると結構いい暮らしができるんだよね。で、30万を超えると家賃100万とかの家に住んでる人ってあんまりいないというか、 不合なんだよ <laughs> 分かります、うん、飛行機もビジネスクラスはたまに乗るけど、まあでも全然エコノミーでもういいしみたいな、ファーストクラスなんて何みたいな、超お金もったいないみたいな、そういうそのバーキンとかもなんか高いじゃないですか、これ。これ400万ぐらいしたんだけど、 いや、バックに400万ってみたいな、うん、それこそ私の一冊目の本書いたときは、まだ全然、あの、その符号ブロックにすら気づく前だから、私はバーキンなんて欲しいと思いませんみたいなことが本に書いてあるんだけど、ね、しゃっかりそれから3個くらい買ってるけど、<laughs> そう。だから、なんか30、なんかね、日本にいるときに3000万以上を目指すのって、 結構難しい。それ以上稼いでもあんまり有効活動できないんだよね、はっきり言って日本って。なんていうのかな。3000万稼ごうが、1億稼ごうが、多分生活レベルがそんなに変わんないうん。なんかそんなに高い家賃の家もないし、あの、100万の家賃に住んだからといって、30万の家とそんなにクオリティ違うかって言ったらそこまで変わんなかったりするのよ、意外と。まあ、あんまりね、日本の保育園とかにさ、あんまり毎日ブランドフンスをさ、着てってもさ、なんか 結構気まずいじゃん <laughs> 気まずいじゃないですかとかとねあの家になんかお手伝いさんっていう仕組みとかもあんまりないから住み込み何が住める家もないしとか何かね3,000万あると結構いい暮らしできるし逆にそれ以上稼いでもどうせ使い切れなくてそのまま税金で持ってかれるだけ。 なんですよ割と日本って本当にそうそう本当にね税金でと持っていかれるしなーって思っちゃうブロックが多分私にもあってだから一応稼いでもなーみたいな気持ちがずっとあったんだよそうハイ、はい、ブランドも気まずいしなんかそんなにね私免許持ってないから高い車も買えないしとかね <laughs> アメリカに住むっていうことをあの真面目に検討したらあ全然今の収入足りないじゃんっていうことにその時初めて削ったんだよねもし私アメリカに住むとしたら いや、3000万なんて貧乏じゃんみたいな。<laughs> あの、庶民の暮らししかできないから、あの、アメリカとか海外に住んで、今の日本レベルにいい暮らししようと思ったら、全然今の収入されないから、もっと稼がないとダメだなってシンプルに思った。あ、あとあれ、子供をボーディング、ボーディングスクールに入れる。うん。 インターナショナルスクールに入れるのもちょっと躊躇するしてたし、当時はね。うん。ボーディングなんて夢のまた今も、それこそもうさすがに不合でしょブロックで、いろんなこと諦めてたって気づいたんですよ。本当に。毎月海外旅行行けばいいのに行ってないしとかね。うん。で、なんかそういう、なんか勝手に諦めてたことをやめてみようと思って、だってね、人生一回きりだし、うん。なんか自分で勝手に、あの、決めるんじゃなくて、全部できる だから何でも取らしてみたらいいじゃんみたいな風に思ってであじゃあやっぱり海外に住む海外に住むんだったら絶対お金足りないから稼ごうっていう風に決まってであともう一個自分は人生でその本当に何も諦めなくていいんだったら今の仕事も別に辞めてもいいどんな仕事してもいいじゃあ何がしたいみたいなことをめちゃめちゃ真剣に考えたのそしたら 結局私が一番やりたいことって今,や今までやってきたことだなと、うん、これをあの広げていくもっと広げていくぐらいしか本当にやりたいことっていうかいろいろねあ私虐待とかにすごい問題意識を感じてる派なんで。 じゃあ、虐待防止の活動しようかなとかね。いろいろ考えたのよ。あの、シングルマザーを助ける活動しようかなとか、いろいろ考えたんだけど、じゃあ、そのために自分に何ができるだろうっていう、いろんな社会問題とか、今の悩みとかを解決するために何ができるだろうって考えたら、結局、私が今までやってきた講座をもっと真剣にやることが、一番なんか全てを叶えるんじゃないかその自分なりの虐待防止にも。 かなりつながってると思うしその大変なワーキングマザーがもうちょっと楽しくね暮らせる社会にしたいとかそういうのも一個ずつこれを叶えるためにはどうしたらい,いかって考えてたら全部講座をガチるっていう結果にしかなんなかったんですよマジか <laughs> と思ってあもう一回じゃあやろうと、うん、真剣にあので今度はなんかもっと私昔ねアサギスト10万人計画っていう もっと立てたことがあって、でも2018年までにやってきたペースでは、10年間やっても1000人ぐらいにしかなんないから、あもう叶わないなと思って一回諦めてたんですよ。でも、これオンラインに変えたいとか、やり方を変えて本気で10万人目指してもいいじゃんみたいな。あの時ちょっと冗談みたいな感じでふと降りてきたことを言ったけど、な,なんで本気で目指すとダメなんだっけみたいなふうに思って、これ本気で目指そう。 で、もう一回思ったんですよね。で、そしたら、今のままのやり方で絶対10万人なんていかないから、やっぱオンラインにしてとかね、いろんなアイデアが浮かんできて、で、ちょうど2冊目を出すことになってとかね、まあそんな感じでいろいろ積み重なって、 で、最終的に仕事をめっちゃ頑張れるようになって、で、そしたら収入も上がって、で、移住できて、そしたらまたさらに、さすがに不合でしょのさ、不合レベルがさ、ドバイって全然違うから、ドバイはね、マジでね、あの、1億ないと、あんまり楽しく暮らせないと私は思ってる。最低1億ぐらい稼いでないと、あんまりドバイに住むメリットないというか、ドバイの いい思いができないんですよね。でもその代わり、ドバイってお金があればあるほど本当にいい思いができて、私これ本当にね、南米にから帰ってきて、ドバイ空港で改めて思ったんだけど、あの、ドバイってめちゃめちゃ資本主義社会なんですよ。お金さえあれば何でもできる国なんですよ。で、なんかヨーロッパとかって、もっとさ、階級社会だから、お金だけあってもなんかアクセスできない場所とか、結構たくさんあるじゃん。ね。そういうのがないのよ。みんな移民だから。 南米って思ったけどやっぱ自然もあるし食べ物も美味しいし居住環境としてはめちゃめちゃいいんですよドバイなんかはるかに良くてドバイってやっぱりいやなんでこんな本来人が住める場所じゃない砂漠になんでこんなに街作っちゃったんだろうって改めて思って。 んで,すよでその時になんでかっていうときっと、まあ、ヨーロッパとかアメリカのナリキンってお金だけあっても特にイギリスとかってあんまりいい思いできないんですよ階級社会だからね。だけどお金はあると、うん、その人たちがそのお金だけはある <laughs> 自分たちの自由にできる国をあの新たにこう開拓したのがドバイなんだなと思ってナリキンが作ったナリキンのための国だ思って。<laughs> <laughs> じゃあ成金の私にはやっぱりすごくぴったりの国なんだって。 <laughs> いうことをね改めてあの再確認したしやっぱりそういう環境そうそうある意味めっちゃ平等なんだから差別も何にもないし、うん、だからそういう環境にいると本当にねお金あればあるほどいい思いができるっていうのが本当にドバイなんですよそうそう,そう日本よりそうそうアメリカとか欧州はね本当に階級社会だから、うん、あとやっぱ差別というかね、まあ、そういう生きにくさとかもすごいあるからさそうそうそう日本だとね3000万以上稼いでも楽しくない逆にドバイは1億いくつ楽しく ないいっていうでだから結構正直ちょっとねアドバイスとして。 そのさらに上の世界を見せてもらって復活したけど、やっぱりね、海外移住だと思いますよ、もう。うん、本当日本でその3000万以上頑張って稼ごうってきになかなかならないからで、海外行ったら税金も取られないし、稼いだの全部使えるし、稼いだの全部使えるし、稼いだ稼ぐほどいい思いできるから、ちょっとどん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 もっと稼ぎたいっていう気持ちが自然に湧いてくるんだよね。ぜひあのドバイななりりシンガポーールなりに移移住して移住ししてててみていいければとと思います、はい、あとねオーストラリアは ととか児とかねそういうういいいとこもいいって言うよね、うん、それこそ一度私みたいにあの住み込み何雇っていつ星ホテルに住んでハイブランド買ってとかねやっていくと本当にあのい,いっぱい稼げるようになるんで <laughs> <laughs> そう、うん、海外移住はいいよ、うん、そう。 いやアメリカはね、アメリカはそうですねアメリカは税金あるんで、はい、ドバイは税金ないんで、うんね、あとシンガポールとか香港とかもさ税金安いじゃん、うん、そ,うそういうところで、うん、あのお金をいっぱい使うといい,いい思いができる場所に自分の身を移動する最後にその川島塾ってモチベーション高く仕事して仲間できますかっていう質問に関しても私やっぱり川島塾って でお金人間関係とかもあ,のある程度稼いでる人の方がやっぱり楽しめるだってそもそもコンテンツがね年6回の旅行だからお金がないと旅行行けないしあの話も合わないしみたいな感じであのそういう環境だからお金があるといい思いができる環境に自分の身を置く、うん、これですよはい。